バーナード・ローレンス・マドフ、バーニー・マドフは、アメリカ合衆国の相場市、投資顧問、金融業者、そして大規模なポンジスキームに関連した犯罪で、有罪判決を受けて、連邦刑務所に服役した詐欺師である。一時は、ナスダック株式市場の非常勤会長を務めていたが、その後、世界市場最大のポンジスキームと、 米国史上最大の金融詐欺の運営者であることが明らかになり、後に告白した。検察は2008年11月30日時点で、マドフの4800人の顧客の口座にあった金額をもとに、この詐欺は648億ドルの価値があると推定している。マドフは1960年にペニー証券会社を設立し、それがやがてバーナード・エール。 マドフインベストメントセキュリティーズに発展した。2008年12月11日に逮捕されるまで同社の会長を務めた。同社はリテールブローカーからの店頭での注文を直接執行することで専門業者を回避するウォール街でもトップレベルのマーケットメーカー事業を展開していた。同社では兄のピーターマドフを 専務取締役兼最高コ,コンプライアンス責任者として、ピーターの娘のシャナ・マドフを、同社の規則、コンプライアンス責任者兼弁護士として、そして今は亡き息子のマークとアンドリューを雇用していた。ピーターは、懲役10年の判決を受け、マークは、父の逮捕からちょうど2年後に首吊り自殺で亡くなった。アンドリューは、2014年9月3日に、リンパ腫で亡くなった。 2008年12月10日、マドフの息子たちは当局に対し、父が自分の会社の資産運用部門が大規模なポンジ、スキームだったことを告白し、一つの大きな嘘だったと語ったことを引用した。翌日、FBI 捜査官はマドフを逮捕し、証券詐欺の一件の罪で起訴した。米国証券取引委員会は、それまでにも彼のビジネス手法について、 複数の調査を行っていたが、大規模な詐欺行為は発覚していなかった。2009年3月12日、マドフは11の連邦重罪を認め、自身の資産管理事業を大規模なポンジスキームに仕立て上げたことを認めた。マドフの投資スキャンダルは何千人もの投資家から数十億ドルを左手し,した。マドフは1990年代初頭にネズミ港を 始めたと述べているが、連邦捜査当局は、詐欺行為は早くて1980年代半ば、遡って1970年代には、始まっていたのではないかと考えている。消失した資金の回収を担当している者は、この投資事業は決して合法的なものではなかったかもしれないと考えている。顧客の口座から消えた金額は、鉄道された利益を含めて650億ドル近くに、 のった。証券投資家保護機構の管罪人は、投資家の実際の損失額を180億ドルと見積もっている。2009年6月29日、マドフは最高刑である150年の禁固刑を宣告された。マドフは刑期中の2021年4月に死亡した。聖の日本での表記はマドフあるいは、マードフとされるが、アメリカ英語での発音に忠実なかな表記は、 メイドフである。ニューヨークのクイーンズで、ユダヤ系アメリカ人の家庭で生まれ育った。祖父母の第二、東欧から移民した一家で、父親は、配管校と株仲外人をしていた。高校卒業後、アラバマ大学を経て、ホフストラ大学に入学し、政治学を学んだ。同じ高校に通う3歳下のユダヤ系の妻と、知り合い、共に、大学生の時に、 学生結婚した。1960年、大学を卒業したマドフは、バーナード・マドフ証券投資会社を設立した。その後、数十年間もの間、マドフは、資金運用能力を持っていると投資からから信じられ、賞賛されてきた。2001年まで、マドフの投資運用会社は、ナスダックストックマーケットの三大立役者として、みなされていた。 ニューヨークに住む多くの富豪、金持ちたちは、マドフは信頼できる、投資家なのだ、とみなしてきた。ただ、マドフがあまりに夢のような氷回りを歌うので、果たしてそのような氷回りが現実的なものなのかかどうか、疑念を抱く、投資家も存在していた。マドフの会社に関してまともな大手監査法人が、監査を行っていないことについて、一部の投資家は疑問を抱いた。 中には厳しく査定を行った結果、マドフの投資会社には透明性がないと判断し、投資は見送った人もいる。マドフによる巨大な詐欺が発覚したきっかけは、サブプライムローオン危機を受けた株価の下落を受けて、複数の投資家から契約70億ドルの償還を求められたことだった。マドフは投資家らに償還するための現金の確保ができず、 とうとう不正を取り繕い隠し続けることができなくなった。2008年12月11日に詐欺の罪で FBI によって逮捕された。証券取引委員会は窓府の会社の資産を凍結し、その調査に着手した。証券取引委員会による調査の結果、窓府が自ら運営する投資ファンドについて10%を上回る、氷回りなどと虚偽の内容をうたい、 投資家たちから多額の資金を集めたという事実が明らかになった。また、窓府は集めた資金を金融市場などで運用することをせず、既存の顧客たちへ支払わなければならない配当に自転車創業的に回し、それによって巨額の損失を隠していた。つまり、窓府はポンジスキームと呼ばれる古典的な金融犯罪を行っていたのである。欧米のメディアや書籍では、 マドフの犯罪は一般的にポンジスキームと表現されている。マドフは逮捕当初は当局に対し顧客はわずか25名ほどしかいなかったなどと虚偽を述べたが捜査の進展に伴いマドフによる資金運用の詐欺の被害にあった人々の数は数百人から数千人に及ぶことが明らかになった。アメリカンフットボールのフィラデルフィアイーグルス元オーナーのノルマン・ブラマン ニューヨークメッツのオーナーフレッド、ウィルポン、ゼネラルモータースの金融サービス部門グマックの会長であるエズラ・マーキン、さらには映画監督のスティーブン・スピルバーグ、俳優のケビン・ベーコンといったセレブリティも被害に遭っている。マドフは一般の投資家のみならず、金融のプロフェッショナルたちや金融機関までを騙していたので、被害者のリストには金融機関や 金融のプロの名前が並んだ。例えば、ロイヤルバンク・オブ・スコットランド、BNP ・パリバ、サンタンデール、日本の野村証券などの大手金融機関が被害にあっている。日本では、青空銀行、住友生命保険、三井住友生命、明治安田生命、愛生生命保険、太陽生命保険、日本コア損保、富国生命保険なども、 資金を預けて被害にあったという。被害総額については、見解が分かれているが、一説には500億ドル、ともされた、あるいは650億ドル、6兆円とされる。マドフは、ユダヤ人社会で一目置かれている存在だったため、ユダヤ人コミュニティの信用の輪の中で広がってしまい、ユダヤ人の事前団体や学校などもマドフに資金を預けて、かなりの額の損害を被った。 また、ファンド・オブ・ファンズの存在によって、被害が連鎖的に広がった面もある。ユダヤプログラムを支援する基金、ザ・ロバート・アイ、ラピン・チャレタブル・ファンデーションも窓府の法人に、総額800万ドルを預けて被害に遭っている。同基金の責任者は、もはや存続できないと話したという。その他にも窓府に、資金運用を任せた基金がいくつも存在する。 マドフは2009年6月12日、マンハッタン連邦地裁において650億ドル規模の投資詐欺について有罪であることを認めた後、収監された。調査、捜査によって、総額約20億円とも見られる住宅を、ニューヨーク州マンハッタンやロングアイランド、フロリダ州、パームビーチ、フランスのカップダンティーブなどに所有していることや、銀行口座2700万ドル、 さらに証券会社にも少なくとも4500万ドル持っていることが明らかになった。それら100億円以上に相当する資産を当局は没収する意向を示した。なお、証券取引委員会の職員が少なくとも1999年からマドフによる不正行為に関する情報を得ていたにもかかわらず報告がなされていなかったことを証券取引委員会は明らかにした。 そのため、証券取引委員会の怠慢が不正を助長した、などと、米欧メディアでは指摘された。2009年6月29日、アメリカ地方裁判所は、マドフに対して、詐欺、資金洗浄などの罪で150年の禁庫の刑の判決を下した。ノースカロライナ州の刑務所に服役。連邦刑務所局の登録番号は6万1727から054。 2009年12月にはマドフ受刑者が他の受刑者から殴られ鼻の骨や肋骨を折られるという事件が起きたという。殴った男性はかつてマドフに投資したことがあり損害を被っていたとされ、柔道の黒帯を持つボディービルダーで薬物犯罪で服役中だったという。2010年12月11日早朝、ニューヨークの自宅アパートで長男のマークが首を吊って、 死んでいるのを弁護士のマーチン・ロンドンが発見した。ロンドンはマークの2番目の妻、ステファニーの義父で生前のマークからメールを受け取ったフローリが滞在中のステファニーに代わって訪問し遺体を見つけた。この日は父親の逮捕から丸2年であった。2014年には次男のアンドリューが悪性ンパシュにより48歳で死亡した。兄弟とも大学卒業後、 父親の会社で働き、兄は二人の妻との間に四次、弟は離婚した妻との間に二次があった。兄弟は詐欺を知ったのは、逮捕間近の父親からの告白であり、それまで知らなかったとしている。兄弟の元妻らは、窓フの親族らと共に、被害者団体から金銭の返還を求める訴訟を起こされている。2021年4月14日、 ノースカロライナ州バトナーの連邦医療センターにて死去。死因は自然死であった。ありがとうございます。